県庁ではきょう検討会議の真田則幸座長が熊谷知事と面会し会議のこれまでの検証を踏まえて取りまとめた報告書を手渡しました報告書には検討会議としての県への提言も盛り込まれていて倫理条例の目的や利害関係者の範囲禁止行為の内容などの職員へのさらなる周知徹底を図るべきとしているほか 被害関係者と飲食する場合に届け出る対象を広げるよう届け出制度も見直すべきとしていますまた入札関連の情報管理についても情報漏えいのリスクが低い事務の在り方を検討すべきと指摘しています報告書を受け取った熊谷知事は再発防止に向けた具体的な実効性のある対策を速やかに策定し取り組むことで 県民の信頼を取り戻していきたいと述べましたこの問題というのはま、あの何回も今まで起きていることでございます県の方におかれましてはこれを最後にするというような気概を持って具体策を策定していただきたいなとそういうふうに思っております